い、皆さんこんにちは、東京美容医科の麻生透です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。今日の質問は、大掛かりなダイエットをして体の皮膚が緩んでしまいました、改善する方法ありますか？皮がたるんでるんですか？これやったことはありますね。結構大変なんですよね。特にお腹なんかね、たるんってなっちゃうから、その人はね、もう結構100キロ級超級にやって、でもう体が危ないからっていうので、胃をくぐっちゃった、取っちゃったっていうか、半分取っちゃったみたいな、ね、感じで、食べても吸収できないような状態にされた人で、多分綺麗に痩せて、でもすごいスラッとした運動もされていい感じになってるんだけど、やっぱ皮膚が、ね、余っちゃって、でその場合はね、ここで切って、ここをめくるじゃん、で下に下げる、はい、T シャツ転がすような感じで、そうするとさ、おへその位置が変わるの分かる、はいはい、ここまで剥がしてこうして新たにおへその位置を決めてあげて、そこ穴開けて、おへそ中でなんか移動するんですか？おへそはここの位置は変わらないじゃん、だけど、あ、そうか、取った分のところの位置が変わるじゃん、はい、なんで新しくおへそ作ってあげてっていうぐらいたるんじゃう人もいるんですよね。おへそって移動できるんですか？できる。すごい。おへそはそのままだけど、はい、こうやっておへそが出る位置が変わるじゃん。ボタンをこっち側にずらしてあげるってこと？うん、そうね、入り口ですよね。まあまあこうあったら、はい、こうなるって言ったらね、はいはい、ちょっとわかんないかもやけどちなみに痩せて一時したらこの皮膚も戻ったりしないんですか？ちょっとだったら戻りますね。だから女性のちょっと太ってるかな、太ってほしいぐらいだったら、キュッと脂肪吸引の半分拘縮で戻るんだけど、もう本当にすごいダイエットをしてタルーンってなった人、そう、二の腕の心がタルーンってなってる人いるじゃん、あれは切った方がいいね。傷は残る？傷は残ります。まあ、タルーンを取るか傷を取るかっていう、結構決断がいりますね、やっぱり魔法じゃないので。まあでもお腹の場合は、はい、下着のラインに隠せるので、まあ、になって大丈夫、ちょっと手術したかなっていう傷ぐらいでいけると思います。このチャンネルがいいねと思ったらいいねと、チャンネル登録の方もお願いします。お願いします。